ラジオネームエッチなシンジ君さんからいただきました。トランプの遊びといえば、せーの、ババ抜き。おお、せーの、シンクロ。レディオクロス。はい、皆さんこんばんは、マジョニョジです。いやちょっとシンクロしましたね。ね、ババ抜きババ抜きですよね。あ、ババ抜きだよ。なんか候補他にありました？他、俺はね、うん、神経衰弱かババ抜きの2択だと思うんですよね。え、なんでババ抜きにしたんですか？神経衰弱ってちょっとやるのに時間かかんじゃん、全部並べたりめんどくさい、うん、バスの中とかでできないじゃん。できない。やっぱこう手間、場所が限定されちゃうから。こう相手の顔見ながら推理していくみたいな、駆け引きね。そう、あ、それが言いたかったの。そっか、出なかったか、駆け引き。よかった、やっぱり私たち繋がってましたね。全くだね。さてと、この番組はね、はい、プロダクション IG 制作のドラマ CD クラットクロスで早急ステレオを演じる矢作さゆりと、はい、つげふみガブリエル役を、何何、お兄ちゃん、お兄ちゃん、もう一回、つげつげふみガブリエル役を演じる、マジマジュンジ、ギャッ、お届けする兄弟クロストーク番組です。はい、はい、お兄ちゃんと一緒。お兄ちゃんと一緒。どうした今日お前。なんで、私いつもこういうテンションですよ。なるほどね、ちょっとびっくりしてます。あ、私こういうテンションラジオ用。ちょっとラジオ用か、いつものまっていうテンションと違ってちょっと戸惑ってらっしゃる。そうですね、うん、若干戸惑ってます。若干戸惑ってますよね。若干ですよ。これ妹のラジオ用テンション。知ってほしかった。マジか、今日すごい授業参観してるみたいな。やだ、なんか身内になんか仕事ぶり見られてるみたいな。俺は結構ラジオでもテンション変わらない人だから。うん、全くこのまんま、うん、このまんま飲んでようが喋ってようがあんまり変わらないタイプだから、うん、ここまで歴然と変えられるとね、うん、なんかこうどびっくり、ね、お仕事だもの。おお、なんかいや言って当然みたいな感じで私もちょっとやっちゃってますけど。そうだよね、これ見たら多分、うん、まあ本人、あ、みんな眼鏡でね。ああ、そう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 、何も違和感ないんですけど、うん、でもちょっとこれ見たら多分あの子泣くから。一応ね、そうね、まあ言っときますと、さくらさん風邪ひくわ。ということで、ちょっとね、皆さん分かってると思うんですけど、ちょっと引いちゃったんですが、彼女ね、フライアウェイなんですよ今日は。だからまあ今日代わりに兄ちゃんが、はい、ちょっと。まさかね、ゲストではなく MC としてまず呼ばれるとは思いませんでしたけどね。そうなんです、ね、ゲストに来てもらうより先に MC で来てもらうってちょっとね、本当はおもてなしする側なんですけど、まあしょうがないね、アイムエンタープライズで代打といえば真島純次。そうなんですよね。そういうところがきっかり打ってくれるから、まあ、きっちり打っていこうと。さすがうちのお兄ちゃん、すごいでしょ、楽しいでしょ。楽しいね。ということで、今日もレディオクラス始まるよ。東京ステレアクの矢作さゆりです。つげふみガブリエル役の真島純次です。はい、というわけでかわいい、はいはいはい。さあ進めていきましょう。はっ、なんか私今日なんか変なテンション。どうしよう。そもそも変なテンションなの今。そもそも変なテンション。マジで、うん、こういうもんじゃないの。こういうもん、私いつも違う。お仕事の時はこうっていうわけではなく、今日ちょっとね、特におかしい、口角上がってる気がする。キャッキャしてる私今日。そっか、それは俺はもう何よりですとしか言えない。じゃあちょっとお兄ちゃん作品の話とかしちゃう。お、してみる、うん、いいよ。お兄ちゃんどんな感じ。すごいパス来たぞ、うん、俺どんな感じ。どんな感じこれ、杉文さん、あ、ガブさんね。どんな感じ、ガブさんどんな感じですか。ガブさんね、うん、まあ謎多きキャラクターじゃないですか。うん、うん、そうですね。そう、こう、なんだろう、分かってる部分もあったり分かんない部分もあったりするんだけど、うん、それを例えば、じゃあ私は分かってますから、こう全部
出しちゃいましょうってなると、うん、分かるキャラクターになっちゃうわけですよ、うんうんうん、こうなるべくこうミステリアスな感じにしつつみたいな、うん、だけどまあどっかしら自然な感じみたいな、はい、残しつつ何で笑ってんのなんか説明が難しいあそれで説明が難しい人です説明が難しいなるほどなるほどね、うん、さっきねあの実はこれ撮る前に2話ね、うん、聞いたんですよね聞きましたね、まあ、ね、うんえ、モノマネしていいの？くださいな似てない？惜しいかな？くださいなそう、いや、ま、何がくださいなかはちょっと聞いてもらわないとあれなんですけどねいや、あ、そう、今のはガブリエルじゃないでしょ？あ、違いますよ。ガブリエルではないんですけれども、あ、まあ、とあるキャラクターが、うん、くださいなって言ってねパフェそう美味しいパフェがいやー楽しみ。いやーちゃんとまあ途中までしかねちょっと時間の関係で聞けなかったんですけど、うん、楽しみですねあれはすごいねすごい。いやこの感動をぜひ皆さんに、5月何日でしたっけ、5月23、うん、3日発売、予約もしてるということでね、早く聞いてほしい、早く聞いてほしい、うん、はい、ぜひ予約して買って聞いてください。はい、というわけで今日も番組に届いたメール読んでいきたいと思います。はい、こちらがですねロブスターさんからいただきました。ありがとうございます。おはぎ、あ、ん？ん？お兄ちゃんクロース、お、完全に気を使ったねクロースあ、クロースクロース、この間友達と、うん、ワクワクさんの話題で盛り上がりました。ワクワクさんなんだかとても懐かしくなって、うん、久しぶりに見たら、うん、ゴロリーの瞑想っぷりに爆笑してしまいました。ワクワクさんね、うん、お二人は子供の頃どんな番組を見ていた記憶がありますか？うん、僕はストレッチマンが大好きでした。ストレッチマン、ね、子供向け番組でクロストークしてほしいです。ストレッチパワーが溜まっちゃうんだ。なんだっけ、うん、なんでこんなこんな、うん、そんなそんなここにみたいな、それ芸人じゃない？なんか本当にこんなんだっけ？そういうことだよ、うん、あれそうだっけ？そんなんそんな当たってた敵と思ったら、うん、でもゴロリはゴロリはオオカリ、ワークさん、それ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 ディスってないよ、ディスってないよ、でもこんなそんないいですよ、合ってますよ。僕ちょっとまったりとした丸い喋り方、丸い丸い感じのキャラクターでしたね。どうやって作ったらいいのみたいな、あれですよね。そうそう、見てた見てた。僕はねでもねそれ系統だとやっぱできるからなんだよね。何できるかな。ゴロリとワクワクさんじゃなくてゴン太くんとノッポさん。ああ、なんギリゴン太くんでっかい100円玉持ってくださいなって思ってるまた出たくださいなくださいなダメだな、ちょっと思い出し、彼がちらつく、常に出てくるね彼ね、常に出てくる、うん、え、私なん、まあでも普通にね、うん、ニコニコプン世代かなとは。ニコニコプンか、ニコニコプン、うん、ジャジャマルピッコロ、ポロリ、ポロリ、はいはい、どこがみたいなねじゃあもういっか、次次行こうか、お兄ちゃん、はい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 、こちらは青キングさんからいただきましたよ、はい、修正したらと、矢作先、矢作パイセン、はい、マジマパイセン、はい、フラウェイ、はい、お二人にクロストークしてほしいお題は、ニックネームです。その時代に流行っていた人などをモチーフにしたニックネームで呼ばれていた人とかいらっしゃいましたかと、まあ、身近にいた人のニックネームってことね。いや特にないっすね。おっとおっと、矢作さんなんて呼ばれてたの今ですか？今じゃなくて昔、昔子供の頃とか友達にあだ名とかあったでしょ？友達、いや、いた？いやちょっと今よだれちゃったびっくりして、いた！あ、いた？いたけど、その人なんて呼んでたの？私のことを、うんうんうん、さゆとか、さゆ、あの、なんていうんですか、あの、あだ名の語尾に、うん、なんとかっちとか、あの、は、あ、そういうのあったじゃないですか、はいはいはい、それが私たちの世代だと例えば、さゆりだと、さゆっちとか、さゆぽんとか、うん、ポンとかってつけるのが流行ってたから、なにぽんとかって呼んでた、うんうん、さきちゃんとかだったら、さきぽんとか、うん、そんな感じ、うん、あと、うん、寿司屋の時は寿司屋高校時代寿司屋でバイトしてたんですけ ど、 あ、なるほど、その時は周りが、うん、あのおばちゃんばっかりで、うん、私若者一人だったんですけど、うん、
おばちゃんたちにはハギちゃんって呼ばれてました。今のおばちゃんの言い方、今のおばちゃんの言い方そういう感じだったの、ね、ハギちゃんちょっとガリ詰めといてみたいな。そんな、まあでも結構比較的スタンダードな感じなんだ ね、うん、俺もそうだったな普通に、まあ、うん、マジ、うん、マジはね結構大人になってからなんだよ、ね、じゅんちゃん、じゅんちゃんもなかったな、幼稚園の先生ぐらいだねそれ言ったの。あら、うん、なんてじゃ呼ばれちゃう、俺まっちゃんって言われた。なんで、マジマのマだよ。あ、終わり、あれ終わり、はい、というわけで、はい、たくさんのお便りありがとうございました。あざす、僕たちがクロストークできそうなお便りまだまだお待ちしております。あざす、レディオクロス、クロスジェネレーション。このコーナーではジェネレーションギャップがある私たち2人のジェネレーションをクロスさせるべく、リスナーの皆さんからテーマを送ってもらいます、うん、ということで、うん、普段はさくらとやってるでしょ、うん、そうですそうです、さくらと私とジェネレーションギャップ、そうです7個違いか、うん、あすごいっすよ、すごい、いやでも矢作ですごかったら俺なんかどうしたらいいんだよ、いやもうだから未知の領域ですよ、宇宙人ですか、なんか宇宙人ではないと思うけど、ね、でもびっくりですよ、うん、きっとまあそれがジェネレーションギャップってやつなんだろうけど、うん、そうですそうですよ、うん、まあでもね私と真島さんで、うん、まあ、8つ8つかぐらいですか、そうだよね、そうだ、だって俺さくらと確か13個違うから、あらまあ一回り以上違う、すごい、すごい、うちの事務所ね幅が広いんですよ、幅が下に、いやさくらさんよりもっと若い子いますからね、そう今ねもっと若い子って聞くからね、別にさくらさんうちの事務所はそこまで若くはない、うん、そうね、うん、だんだんこう入っていきましたから、ね、やつはおばさんなんですよもうね。さあということでね、今回もメール紹介していきましょう、こちらがですねミッドさんからいただきました、はい、マジ？はい。おはぎ、クロス。クロス。クロス。僕が二人にクロストークしてほしいことはゲーム機についてです。中でも家でやる据え置きタイプのものです。スーファミからセガサターン、64や PS などなど世代によって違いが出ると思います。うん、ということで。なるほどね。ゲーム機ね。うん。まあ前にさくらともこれやったんですけど、うん、何でしたっけ ？64？ さくらは。64？64 とか。うん？64から？うん。何言ってんの、家でやる家庭用もうどうだからね、でそうなるでしょ、うん、64ってつい最近じゃないですか、つい最近だよこの間だよ、うん、まあうち基本ゲーム機ダメな家だったんで、うん、まあでも友達の家に行ってやらせてもらってたりしたのは、うんうん、まあスーファミ、ああスーファミね、うん、かなっていう感じかな、ね、うん、スーファミをやってたのはいくつぐらいの時なの、小学校12年か、うん、俺がだからファミコンをやってた時ぐらいの感じがスーファミなんだね、そうそう、そういう感じだと思う、俺も小学校1年ぐらいの時にファミコンやってた気がするの、友達ん家で、そうそう、うん、で小学校中学年高学年になって、うん、プレステ一番最初のプレステ、それはでもそれですごいことだよ、俺たちの頃なんてね、うん、カセットにデカデカとこう歌い文句としてよ、うん、2メガって書いてあったからね、2メガってそう容量が2メガも入ってるぜっていうことを歌い文句にしてるゲーム機があった、2メガってすごいの、全然今くしたらもう全然、今じゃ全然全然もうアプリでアプリおい本当に、そうそうそう、うん、それなんてやつですか、ねなんだっけな、ポケットザウルス獣王拳の謎みたいなタイトルのゲームだったんでえそれはもうそれしかできないってやつですか、えあファミコンに挿すカセットです、あカセットか、そう、それが売りがそうだった、こうやってふーってやるんですよね、そう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 、カシャってやってふーってやって、こっちもふーってやったから、そうそうそう、ふーってやってふーってカシャってやるんですよね、そうそうそう、それをさくらさん知らないっすよ、ふーってやるの意外とね、雑に扱っても平気だったんだよねファミコンってね、うんうんうん、友達にもっとすごいやついると思う、こうやってこうやって刺さんない時は壁に向かって投げつけてあの基板みたいなやつとプラスチックがこう組み合わせてできてるから、うんうんうん、それがパーンって散るわけ、うんうん、で3つをもう一回組み合わせてガショってるとなぜか刺さる、へそのぐらい雑に扱ってもね、意外と戦えたんだね。今ねダメですか？今は無理だよ。こういう、そうそう。あともうダウンロードとかじゃないですか。そう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 、何ダウンロードってと思って。もうだってあの冒険の書なんていうのが出た時にはもう僕たちは感動しましたから、ね。冒険の書？あのドラクエとかさ。あれでそのなんていうのカセット本体に記憶をさせることができるようになった。はい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 、はい。それまではその復活の呪文みたいな感じで。パスワードを自分で打たなきゃいけなかったんだけど、もう一文字でも間違えたら次ができないわけ。2、3時間やったのがまた戻されちゃうみたいなことが、そうだそうだ、
どこが違うのかももう確認しようがないし、ね、うんうんうん、もう超大変だったの。メモっとかないとダメってやつですよね。そうそうだ。ボンバーマンとかもそうじゃなかったでしたっけ。あ、ボンバーマン僕らの頃はそんな気の利いた気質はなかった。そっか。ただ相手を爆殺していくだけのことです。そっか。あれボンバーマンも面終わったごとに数字とか出るんですよね。それメモって全部ディスクの間にこう入れてしまっといた気がする。忘れちゃうから。懐かしいな。やったやった。お懐かしい。何か違うのか。はい、次、こちらはけっけっけさんからいただきました。はい、ありがとうございます。矢作さん、さくらさん、クロース。クロース。さて、お二人のイルミネーションギャップの出そうなものですが、今のさくらの分ね。子供の頃誰しもが聞いたであろう、みんなの歌はどうでしょう。有名な曲がたくさんありますが、きっと矢作さんは知っていて、さくらさんが知らないなんてことになるんだろうなと。いうことで来ておりますけども、なるほど。あえて、まあ、今日さくらさんいないんですけど、そうですね、僕とだったらどうだろうというのを、そうですね、やってみようじゃないかということを見たんですよ。なるほど、やってみますか。そうですね、そうですね、はい、じゃあみんなの歌の有名な曲をいくつか用意してもらってるということなので、うん、なるほど。じゃあ聞きながら、うん、知ってる知らない、うん、じゃあ1曲目お願いします。始まりじゃ分かんねえ。分かんない、サビサビ。タイトル出たら分かる。うん、分かったけど、これ頭だけじゃ分かんないね。そうそう、でもこういうここ来れば分かる。うん、懐かしい。宇宙船のコックピットみたいなとこでおばあちゃんがこうやってるって浮かぶもん。え、これ今何人ぐらいの人が分かってるんだろう。そんな人分かんない。でもこれ相当有名な曲だよね。1981年から流れてた。でも腹だもんね。から私86年生まれだから、そうか、でも知ってるこれ。ってことはその頃まではまだ流れてたってことなんでしょうね。僕3歳の頃ですよ。さくらは知らないね。お、次。あ、次。あー、わかる。そうだ、はいはい、タイトルもわかりました、これ。わ、うん、かんない。これサビどこ？これサビ？いや、この後、もうちょっとね明るい感じになる今度は。でもなんかタイトルは、うん、知ってる。メトロポリタンミュージアム、うん、タイトルはなんか知ってる気がする、うん、ちゃんとあの歌詞の中にもタイトル入ってくるような曲ですから。ちょっと待って、サビだからこう。分かんない。あ、知らないんだ。80でも84年からこっちの方が新しいんだね。短いのかな。どうなんでしょうね、いつぐらいまで流れたとかいうのもあるんでしょうけど。真っ暗森の歌。でも分かるかもしれない。サビまで来ればもしかしたらあれかなっていう感じかな。でも85年、これでもここだけだと分かんないな。こんなしっとりしたのみんなの歌で流れてた。ここ知ってる知ってる知ってる、ここ知ってる。やっぱそうだ。ちょ待って置いてかないで。85年だから。でもこれまだじゃあ矢木さんまだ生まれてらっしゃらない。そうだよ、どっかのタイミングで見たってこと。これは完全にみんなの歌って来た。やいさん、なんで2周目でしたの。1周目は来た。そうか、俺らが上がっちゃったから。来た。次、めっちゃ新しい。96年。さくらさん世代。こんな軽快なの流れてんの今。みんなの歌なんですか。俺だってもう18歳だよ。もう J-POP じゃんこんなの。みんなの歌じゃないじゃん。みんなどうやってこれ歌うの。それいや、テレビの前でこうやってやるんだよ。マジか。アイドルステップとか踏むね。今どきの子すげえな。すげえよ。マジか、知らないです。いや、なにこれ、なんかアニメのオープニングみたいじゃないですか。爽やかで。さくらは知ってんのかな。わかんない。じゃあこれ今度聞いてみて。これちょっと今ちょっと俺オンエア、多分正座で聞いてますから、彼女たちは。正座で聞いて歌ってますよ、きっと。
次は、いやこれはね、あのうち、まあ、うちのお母さんがファンクラブ入ってるんで、あのキラキラファンクラブ入ってるんですよ、うちのお母さん。でも俺が知ってるのは平井堅さんが歌ってるやつじゃないから、うん、そうそう、今の人はもう平井堅さんの歌っていう感じだわけ。いやでも私も確かに平井堅さんのではないですよ、育ったのは、うん、ただうちのお母さんがファンクラブ入ってるんで、うん、うちの中では大きな古時計って言ったらこっちですね。そうだってビデオ撮ってたのお母さんみんなのケンちゃん出るっつって、そんなのケンちゃんの歌いいわってみんなの歌聞いてた。すげえな、聞いた聞いた。そうなんだね、こんなにおしゃれな歌だったんだみたいな。そう、これこそ本当にジェネレーションギャップとか出るような気がしますけどね。なんで急に74年来ちゃったの。僕も生まれてないですね。僕が生まれる4年前から流れ出してる曲。ただまあめちゃめちゃ有名な曲ですから、ね。下校の時間じゃないですか。とかだよね。ね、うん。タイトルからもわかりますけどね。今日の日はさようならですね。というわけで。何この締め。ちょっとやだな。ジェネレーションギャップを調べてみるっていうのもなかなか素晴らしいものです。そうですね。ぜひ皆さんもやってみてください。はい、というわけで以上。クロスジェネレーションのコーナーでした。でした。レディオクロス、ツゲッター、マジマさん演じる謎めいたキャラクターツゲフミカプニエルがツイッターをしていたつぶやいていそうなことを送ってもらうというコーナーです。ってわけでまさかの本人登場だよ。本当にまさかだよ。じゃあ、こちらがですね、はい、回答ししゃも男爵さんからいただきました。じゃあこれぜひ読んでいただいて、うん、読みます。アイルランドにボイン渓谷って遺跡があるんだって。これはいいですよね。僕的にですか、うん、ガブさん的にじゃなくてですか。あ、ガブさん置いといてください。ガブさん置いといて。そういうことなんです、はいはい、僕はこれは言うかもしんないけど多分ブログで言います、うん、確かに これはね掘れる、うん、でこの遺跡について調べたことをブログに書くでしょ。書くね、すごい書く、ね、さゆりそうだと思った。アイルランドという国から掘るよ俺は。深いわお兄ちゃん、深いわ。じゃあね、次がね、のけもの使いさんからいただきました。はい、これお願いします。はい、まあ細すぎも良くないよね。これ言うよね。あんまりあれでしょ。こういう言い方はしないけどね。否定するような言い方でもしないですね、うん、そうね、細すぎの人は細すぎでいいと思う、うん、うん。ただ太くてもそれは関係ない。うん、関係ない、うん、そのニーソ的な問題では、うん、足はカモシカ系がいいんですか、うん、どっちかといえばほう、うん、ほう、うん、すいませんね今日。いやニーソね入ってくれば。あ、大丈夫。俺の中のルールとして身内に燃えたらダメっていうルール。なるほど。悔しいな。これは悔しいな。次ね。はい。これがアサゲさんからいただきました。おい。むずいな。いきます。はい。ブロッサムベリー大学附属女子高等学校。長えよ。桜大学とかでいいじゃん。これツッコミするでしょ。これ多分ガブさんが言うよね。ガブさん、で、マジマさん的には、マジマさん的にはまあそんなもんなのかなって思って。本当多分勝手に桜大学しようとか言って略すと思う。あ、勝手に、でもなげーよみたいなツッコミはする、うんうん、するね。するね。これはするね。これはするね、うん、じゃあこれ最後ですか。はい、マッシュルールさんからいただきました。はい。はい。これはガブさんじゃないですね。これガブさんじゃないですよ。はい、男どもの飲み会に我が妹ヤハギが合流。ヤハギよ、2杯には触れた方がいいのか。差し上げます。これ、うん、これ言うしよ。これはね、帰ってきてからブログでその飲み会のことを書くときに言うよね。そう、うん、まあ書きますね、うん、1回でもほら2杯を褒めなかったら怒られたことあったじゃん。
だってさ、あんだけさ、なんか2回2杯とか言うなよ言うくせに、でなんかね、あの他の事務所のね、うん、若い女の子とか一緒にいたりする時とかも、うん、なんかね、いやいいみたいな言うでしょ、うん、言うのに私には触れないって、それはだっておかしくないと思うわけですよ、私も。やっぱね、身内にはそっか、うん、よくわかんねというわけで、こんな感じで次ふみや、まじまさんがつぶやいていそうなネタをまだまだお待ちしております。レディオクロス、そろそろクロストークも終了の時間になってしまいました。はい、というわけで番組ではリスナーの皆さんからの不相当感想を僕たちにクロストークしてほしい話題、まあ僕たちっていうか僕がいないくなりますけどね、まあそんな話題とかね、はい、各コーナーでのお便りお待ちしております。はい、宛先はおはがきの場合郵便番号105の8000に文化放送超 A&G プラスレディオクロスまで。はい、メールの場合は全て小文字でクロスアットマーク JOQR.net、 クロスアットマーク JOQR.net、 クロスの綴りは CROSSL じゃないですよ、 CROSS です。気分次第でノベルティをプレゼントしますので、どうしようし送ってください。はい、また私たちが毎週宣伝しているドラマ CD、うん、クワッドクロスですが、うん、現在超 A&G ショップで第2話の予約を受付中ですので、はい、ぜひショップの方にアクセスしてみてください。お願いします。というわけで本日の放送いかがでしたでしょうか、うん、いやもうなんだろう、逆にどうでしたいやなんか、うん、普通すぎてなんていうの、なんかなんだろうね、これ今日はあれですか、28回目ですか、28回目ですか。いやなんか普通に28回目って感じなんかでも私は1回目ですよ。そうですね、1回目ですけど、私は全然28回目。さくら泣くなよ大丈夫だって、泣くなよ、帰ってこい。すまんさくら、すまん。あとね、今日あの頭でシンクロしましたので、はいはい、こちら、エッチなしんじくんね、こちら差し上げます。はい、おめでとうございます。はい、これね、どっかで見たそんなことないよ。そっか、というわけで今日はこの辺でお別れですよ。お相手はカットクロス消去する役の矢作さゆりと、はい、次ふみガブリエル役、ガブリエル役お兄ちゃん、はあ、自分の役の名前が言いにくいよ、次ふみガブリエル役の、マジマジでした。来週もこの時間にお会いいたしましょう。はい、バイバイ、バイバイ。